ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はどんな怖い話かな。今回は、夜中の買い出し、など、怖い話をたくさん紹介するぜ。夜中の買い出し、は、めちゃくちゃ秀逸だぞ。おすすめだ。そこまで？期待しちゃう。今回ご紹介する怖い話以外に、こんな怖い話があるよという方は、コメントで教えてくれると嬉しいぜ。うぷ主が、怖い、と思ったお話は、動画で紹介させていただきます。それじゃあ今日も、ゆっくりしていってね。これから紹介する話は、夜中の買い出し、という話だ。何を買いに行くの？お酒なのだが、もうそれどころではないぞ。何が起きるの？それでは、早速聞いていただこう。10年以上前の話なので、脳内保管してる部分があるけれど、よければ、暇つぶしにでも読んでほしい。いろいろぼかしているので、ご容赦を。高校生の頃、私は人生で初めて霊体験をした。それからというもの、私は、たまに見える霊なのか、化け物なのかに怯えつつ、高校卒業と大学入学のイベントをこなし、充実したキャンパスライフを送っていた。比較的に穏やかだったと思う、大学2年生の夏に入るまでは、サークルの懇親旅行で、訪れた山あいの宿泊施設、何をするでもなく、遊んで仲を深めようという趣旨で、総勢20名程度が参加していた。日中は、河原でバーベキューや川遊びをし、レンタカーで観光地巡り、夜には大宴会という、まあ、ありきたりな、一泊二日の旅行だった。そして夜10時頃に、酒がなくなるという、不測の事態に陥った。いくつかなかろうよ。程よく酒を飲んでいた A 先輩が、声を上げた。気概優しい先輩だが、酔うと、キャラがよくぶれた。それに釣られるように、あちこちから、先輩たちと酔った同級生の声。結果、漢字を任されていた私と B、サークル伝統で漢字は飲めなかった、は、引きずられるように、それに監督役として、A 先輩と C 先輩の、4人が行くことになった。片道30分程度の山道を走れば、最寄りの11時閉店のスーパーに着くとのことで、地図を見た、C 先輩に急かされるように、準備を始めた。宿からぞろぞろと、歩きながら車の前に着いたところで、後から D がやってきて、結局総勢5名で、ミニバンに乗り込むことになった。D は、同級生の中から唯一、自己志願で来てくれた女子で、ひいき目に見ても美人で、憧れの気持ちもあった。なので、ちょっと気持ちが晴れた。さすがに男女体は、A 先輩も B もうんざりしていたのか。どことなく、顔がにやけていた。車内では、私、運転席、B、助手席、A 先輩、C 先輩、2列目、D、3列目、という席順となった。もちろん、飲んでいなかった私が運転をしたが、正直鬱憤は溜まっていた。今回の感じも、ほぼパシリのようなもので、飲めるわけではないし、吐いた人間の安息部屋である、通称、月、市場の管理も、基本、私と B、二人の仕事だった。楽しくはあったが、しんどさと緊張と、溜まった疲労感から、できることなら、さっさと部屋に戻って眠りたかった。それは B も同じだったらしく、C 先輩から渡された地図を見ながら、油断したのか、船を漕いでいた。何寝てんの？ A 先輩が、後ろから B をしばく、鬼か。でも、地図持ちは B だけだったので、正直少し助かった。次の道は？で、あ、こっち。左を示されたので、徐々に減速しながら左折する。時間も時間だったのか、自分たちの他に、走っている車はいなかった。山道の夜は涼しく、窓を開けると、虫の鳴き声に混じって、カエルの声もよく聞こえた。途中、端坂のような道をいくつか過ぎた時、ふとバックミラーを見ると、C 先輩と D が、少しうつむいてた。街灯が少なかったので、よく見えなかったが、心なしか、顔が青かったように思う。すみません、運転荒かったですか？でも、ちょっと気分が悪くて、この車内でこう言ってんの D は、返事ができるものの、思ったより辛そうだった。そういえば、C 先輩は車に乗り込んだ時から、ずっと黙ったままだった。声も出せないくらいにしんどかったのか、と思い、少し速度を落とした。はは、軟弱者め。A 先輩が、やたら似ている身、キーの口調で言う。もう、この人一人で行ったらいいのに、と思った。走行するうちに、B から、半分ぐらいまで来た、と伝えられた。相槌を打ちながら、ヘッドライトに照らされる前方に集中していると、脇の木立の影に、何かが見えた気がした。違和感を覚えたが、
すぐに後ろへと流れてしまったのと、B から声をかけられたので、意識の外に追いやってしまった。謝ってもいい？ B の声に、少し想像ができた私は、嫌な顔をした。道、間違えた。ふん。テンション上がりませんって。A 先輩は、そんな時でも絶好調だった。でも、少し車内の空気が和らいだのは、間違いなかった。折り返すって言っても、途中、方向転換できるところなかったしな。あれ、ほぼ直線じゃなかったか？どうやって迷った ?A 先輩の質問に、B は申し訳なさそうにするも、答えは出なかった。その後の A 先輩の、行けるとこまで、行ってみよう。という、まともな意見に、誰からも反対意見は出なかった。そこから5分程度走らせてみたが、分岐は愚か、切り返せる道にも、出くわさなかった。少し前から、舗装されていた道は終わり、車1台がギリギリ通れるような、国道が続く。全員の中で、いよいよ迷った、という意識が、強くなっていたと思う。それと同時に、先ほど感じた違和感が、強くなっていることに気がついた。悪路ということもあり、スピードは緩めていたので、その違和感の正体を確かめようと、意識的に目を凝らす。周囲の木に隠れるように、立っている人影が見えた。顔も性別もわからない。ただ、黒い人の形をしているものが、木の陰に潜んでいる。いや、正確には、木から生えていた。右半身が、木に埋まっているもの。頭だけ、木から飛び出たもの。木に生えた足。それぞれが、別々の形で、木から生えていた。月が雲に見え隠れしていて、しばらく電灯なんて見ていなかった。ヘッドライトも、古いレンタカーのそれなので、視界もいいわけではない。にもかかわらず、黒い人影が木から生えている、と、認識できた。それに、この感覚には既視感があった。初めて経験した時のような、背中に粘つく汗が滲み出た気持ち悪さ。鳥肌も止まらない。出来の悪い駒送りのように、黒い影が画像として、視界に無理やり押し込まれているようだった。ただ、その影は動いていなかった。焦りつつも、自らの経験値から、画像のように静止して見える時には、少なくとも、自分には関心がないことを知っていたので、その時は、少しだけ余裕があった。その黒い影を、何度も何度も通り過ぎる。でも、途中で気がついた。通り過ぎるたびに、少しずつ、そいつらの体の一部が、車の進行方向に向けられてる。気がついた瞬間に、少しパニックになっていたと思う。一本道を走っているのに、ハンドルを力いっぱい握りしめていた。どうした？様子、おかしいぞ。B にそう言われるまで、じっと前だけを見て運転していたことに、気がつかなかった。黒い影を見ないように、運転に集中しすぎていたかもしれない。手が、少し痺れていた。ただ、なんと答えていいのかわからなかった。自分でも動揺しているのがわかったが、必死に声を絞り出そうとした。喉が痛いくらいに乾いていた。しかし、次の瞬間。喋るな。A 先輩が遮るように、私に言い聞かせるように、間に割って入った。それと同時に、後部座席の室内灯をつける。どうしたんですか？気がついていない様子の D が、バックミラーに見えた。C 先輩は、先ほどと変わらない様子で、下を見てじっとしていた。前だけ見て運転しろ。前だ、脇見するな。B も黙って前向け、余計なことは言うな。聞き迫る様子の A 先輩の声が、少し震えていた。B は不思議に思った様子だったが、自分の失敗の罪悪感からか、とりあえずは A 先輩に従うらしく、前に向き直った。D も、事態をつかめていないながらも、とりあえず黙っていることにしたようだった。しかし、その頃、私には黒い影の姿が、完全に見えるようになっていた。どの影も、どんな形であろうと、体の一部は完全に、地面と平行に前方に向いている。心なしか、数も増えているように思った。そして、気がついた。黒い影が笑っている。実際に笑っているのが見えたわけではない。ただ、本当になんとなく、笑っているように感じた。声は聞こえないが、顔がにやけているようなのだ。きっと私は真っ青になっていたが、気がついたであろう B は、何も言わなかった。車内は、誰も何も喋らなかった。そうやって、時間にして10分ぐらい？車を走らせると、オレンジ色のヘッドライトに、小さな小屋が照らされた。突然現れた建物に面食らうも、少しして、車を完全に停止させた。そこは、人の手で整備されたであろう、少し開けた広場だった。中心には、小さな休憩小屋があって、その横には、かすれて読めない、
看板らしきものが立てかけてあった。正面には、ガラス張りの引き戸があり、ヘッドライトに照らされると、中には、木製のテーブルと椅子が、二組揃っているのが見えた。ただ、荒らされていないだけで、廃墟も同然だった。小屋の周りには、雑草が生い茂っていて、長い間、人の手が入っていなかった。そこで、道は行き止まりになっていた。私は、それまで見えていた黒い影が、全く見えなくなっていることに気がついた。けれども、鳥肌が止まらず、背中がずっとゾクゾクしていた。なんだこれ？地図に載ってないぞ。B は車内灯で地図を見るも、思い当たる場所が見つけられないのか。頭をかきむしりながら、イライラした様子だった。しばらくは、誰も車内から降りようとはしなかった。私は完全に固まって、身動き一つ取れずにいた。車の外には何かが息づいている、そんな気がした。車内でも決して安全ではない、という確信があった。あれ、地図じゃないか？その A 先輩の声に、はっと気がつき、指さされた方を見ると、確かに、草木に囲まれてはいるが、看板のようなものがあった。小屋から少し離れた位置にある、昭和より古そうな、レトロなタッチで書かれ、古びて色が変色したその看板は、確かに案内図のように見えた。その看板だけ、周囲の雰囲気から浮いており、異質だった。ちょっと、見てくる。A 先輩がそう言ったので、私は思わず、本気ですか？と、尋ねた。そのまま北道、走ればいいじゃないですか。また迷う可能性がある。迷う余地のない道で迷ったんだ。闇雲に帰るのは避けたい。A 先輩の発言は、確かにその通りだった。そこで、私は車から降りるのも嫌だったが、B に、帰りの運転を代わってもらうように頼んだ。B は最初、断ろうとしていたが、道中の私の様子を見ていたのを、思い出したようで、最後には代わって、運転席に乗り込んでくれた。A 先輩が、意を決したように車から降りた。私も運転席から降りて、B とすれ違いながら、助手席へ乗り込もうとした。その時に、ふと気がついた。あたりには A 先輩と B、それに、自分の足音しか聞こえないはず。だが、もう一つ足音があった。へ？今思えば、ひどく間の抜けた声が出たと思う。ただ、私の目の前には、A 先輩の後ろについていくように、車から降りて歩き出す、D の姿があった。D？ それにつられて、B がこちらを見る気配がした。私はそれに構わず、D の姿をじっと見つめたが、どこか D はふらふらと、頭を揺さぶりながら歩いているようだった。D？ さっきより、少し大きな声で呼んだ。A 先輩が振り返り、怪訝そうな顔で、こちらを見た。空気が止まった。そういえば、少し前から、虫の声が聞こえなくなっていた。いつから？ D が止まった。ちょうど、A 先輩と私たちとの間くらいで。いやー、D が悲鳴を上げた。ある一点を指さして固まるが、私からは、ギリギリ D の横顔が、見えるか見えないかの位置。肩がこわばっていたように見えたのが、とても印象に残っている。そして、その悲鳴に貫かれたように、私の体が、また動かなくなった。もう何度も、怖い思いをしたが、この瞬間ほど、恐怖を感じた時はなかった。条件反射なのか、考える間もなく、私の顔は、D が指さしている方向に向いた。そこに、それはいた。いつの間にか、少し開かれた小屋の引き戸。そこに細い指をかけて、こちらに顔だけ出している何か。白い顔、まぶたがない、目はある、髪はない、大きく口角を上げながら、笑っている。だが、目は笑っていない。そんな顔が、大人の膝の高さぐらいのところから、こちらを見ていた。なぜか小屋の中は真っ暗で、顔だけが浮かんでいるように見えた。おい、あやお。それが何かを言ったと思う。でも、頭が理解できなかった。音としても十分に聞き取れたのか、定かではなかった。ただ、口の動きから、何かを言ったのではないか、と、かろうじて判別できた。死んだ、と思った。頭は真っ白になって動けない。D は悲鳴を上げながら、腰を抜かしたのか、その場にへたり込んだ。立つこともできないのか、地面についた手が、何かを掴もうとして、開いたり閉じたりしていた。おい、あやお。それがゆっくりと、小屋から出てきた。視線は D に向けたまま、這うように、四足歩行をしていたそれは、体が2メートルくらいだったと思う。その歩き方も、人が無理に獣のような姿で歩いているのが一番近く、不自然だった。そして、首がないように見えた。まるで、頭が肩の中心に、そのまま生えているかのようだった。それは、D から視線を切らずに、二歩三歩と進んだ後、
その場で止まった。おい、あやお。おそらく、何度も同じことを言っていたのだと思う。D はもう悲鳴も上げておらず、ただ硬直していた。体が震えていたので、気絶してはいなかった。あは。それが言った。明確にその音言葉だけは聞こえた。その後のことは、今でも信じられない。気が狂って、幻覚を見たと言われた方が、よっぽど説得力あると、我ながら思う。それの首が伸びたかに見えた。しかし、首だと思ったそれは、人の腕だった。手が、それの頭をわしづかみにしていて、首があるべき胴体部分の穴から、長い長い腕が伸びていた。にちゃっと音を立てて、腕が伸びていく。その穴から、黒い液体のようなものが滴り落ちた。腕が伸びた体の方は、カサカサと踊るように、四つ足でうごめいていた。そのまま、頭は D のすぐ近くまで来て、もう一度。あは。と、笑った。目尻が下がった。とても嫌な、気持ち悪い笑みだった。あば。笑ったままで、ごぼっと、目と鼻と口から、同じような黒い液体が出た。そして、そのまま D の足首に噛みつき、引きずり始めた。D はもう、声が出ていなかった。抵抗するかのように、地面に爪を立てた。爪跡を残しながら、地面がえぐれて、それでも引きずられた。私は何を見ているんだろう、と思った。何もかも非現実的で、おそらく、何かそういうものを見られるようになったが、なぜ、ここまでの目に遭わなきゃいけないのか。それと同時に、なんで D がこんな目に遭っているんだ、という、怒りの気持ちが湧いてきた。そう思った瞬間、いつの間にか、体が動くことに気がついた。そこからは D に向かって、無我夢中で走り出した。一歩一歩が重く、まるで、夢の中で逃げたいのに、早く走れないかのように感じた。手を伸ばして、同じく手を伸ばす D と目が合った。D が泣きながら、それでも、なんとかこちらに手を伸ばそうとして、後ろから、誰かの叫び声が聞こえた。その時は、D20 歩ぐらいのところだったので、止まる、という判断はなかった。次の瞬間、体に衝撃を感じて、地面に倒れ込んだ。一瞬呼吸が止まり、何が起きたのか混乱した頭で、それでも D を助けようと、必死でもがいて立ち上がろうとした。そこで地面に押さえつけられるように、誰かが背中にのしかかったのだと気がついた。なん、どけ、D。バカ野郎、落ち着け。A 先輩の声が、背中から降ってきた。D、D が。くっそ、動くな。早く。D って誰だ?その時の、A 先輩の声が耳に入った瞬間、すべての音が止まった。化け物の動く音も、D のもがく音も。ただ、私は私の上にいる、A 先輩の体温だけを感じて、A 先輩が言った意味を考えていた。D って誰だ?確かに A 先輩は言った。何を言っているんだ、一緒に来たじゃないか。今まさに、化け物に襲われてるじゃないか。本当に A 先輩が、何を言っているのかわからなかった。ただ、突然の静けさに、耳が痛かった。ドクンドクンと、頭の中をめぐる血液の音が聞こえて、私は顔を持ち上げて、D と化け物を見た。D からは表情が消えていた。まるで、愛想笑いをしていた人が、別れてから表情を消すような唐突さだった。ただ一言、目が笑っていない笑顔を浮かべていった。あは。早く引きずってこい。後ろから、C 先輩が怒鳴る声が聞こえ、無理やり A 先輩に、担ぎ上げられた。引きずられるようにして、車に放り投げ入れられると、C 先輩が B に、車を走らせろ。と、怒鳴っていた。ドアを A 先輩が無理やり閉め、B が急発進させた。車内で私は、窓ガラスに額を打ちつけた。血が窓を伝って流れる向こう側で、化け物が嬉しそうに、うふふ、と声を上げて、D、だったものを、力強く投げつけた。D、は近くの木の枝にぶつかり、そのまま貫かれた。そして私は、意識を失った。次に私の意識が戻ったのは、病院のベッドの上だった。隣には、C 先輩が座っていて、私に気がつくと、ナースコールを押してくれた。部屋に医師や看護師が入ってきて、簡単な問診が始まったが、結論としては、特に異常なし。額への外傷で、一時的な記憶喪失になるかもしれないが、様子を見るに、あまり心配はいらないだろうとのことだった。部屋から一段が去ると、C 先輩が、ぽつりぽつりと話をしてくれた。あの後、気を失った私を乗せて、悪霊激走したそうだった。不思議なことに、帰り道は一本道で、いつの間にか、元の道路に出られていたという。化け物が追ってくることもなく、みんなが待つ宿に、戻れたそうだ。
そのまま、B の運転で私を病院に運び、念のため、C 先輩が様子を見てくれていたとのこと。C 先輩、あれ見えてたんですか？ふと、そういえば、みんなが同じものを見ていたのか疑問に思った。見えた、A と B には、小屋のやつは見えなかったみたいだけどな。俺、実はちょっと特殊でさ、小さい頃から見れるタイプで。A もこのこと知ってるよ、高校からの付き合いで、昔ちょっとあってね。ただ、追い払うとかの力はなくて、見えるだけ。そこまで、一気に語った C 先輩は、手に持っていたコーヒーを一口飲んだ。君が D って呼んだやつ、A には、E に見えてたんだって。は？ B は、D だって言ってたかな。いよいよわからなくなった。最初から見間違い？確かに道中は、名前で呼ぶこともなかった。でも、そんなことあるのか？ちなみに、俺には化け物に見えた、全身真っ黒の化け物。目の穴が、バラバラの位置に3つあった。眼球はなくて、真っ白な歯を見せて笑ってた。C 先輩は、急に声を潜めた。仮に D とするけど、あれ、合流した瞬間から、俺のことずっと見てた。バレたんだろうな、気がついたの。車の中でさ、最後尾に座っただろ。俺の後ろから、ずっと小声で言ってんだよ。耳見えてるん、だ、見えー。ゾッとした。そんな路列の回らないような様子だったとは、微塵も感じなかった。俺、そこから何も言えなくて、じっと下見てた。あれは、ずっと俺のこと見てた。だから、俺が狙われてるんだと思ってた。途中で A が、俺の様子に気がついて、それで、君と B に注意した。A は、何が起きたのか分かってなかったよ。後で本人も言ってた。それでも俺の様子から、ろくでもないことが起きてるって気がついた。C 先輩は普段、決して嘘を言う人ではなかった。誠実な人だったし、ましてや、この状況下でふざける人ではないので、私は C 先輩の言葉を、黙って聞いていた。君が、どこまで見えていたのかは知らない。でも、車を降りた時、小屋の中のあれに気がついた。C 先輩は、そこで一旦区切った。率直に聞くけど、何が見えた？私は、四つん這いの、首の代わりに腕が生えてきた化け物のことを説明した。そしてそれに、D らしきものが連れ去られそうになったことも、話をするたびに鳥肌が立ったが、今は安心感があった。そっか、俺が見たのも、そんな感じだったよ。少しの沈黙の後、C 先輩は目頭を揉みながら、消え入るような声で喋った。あれは一体、何だったんでしょうか。答えが得られるとは思っていなかった。なんだろうね、でも、俺はあの類が、自然発生するものではないと思ってる。何かしらの起こりがあるんじゃないかな。そこまで言って、C 先輩は黙り込んだ。ちょうどそのタイミングで、私の両親が、病室に駆け込んできた。C 先輩は、山道を運転中、動物を避けようとした時に倒木に乗り上げて、死体を窓にぶつけた。と、両親に説明し、管理不届きを謝罪してくれた。私も、先輩に非はないと両親に訴え、その場はそれで収まった。C 先輩は、そのまま病室を辞していった。私はその後、一日経過観察を兼ねた入院をし、すぐに退院の運びとなった。それから私は、A 先輩と C 先輩に、改めてお礼を言った。B にも、心配をかけたお詫びをしたが、B は気にする風でもなく、ただ、不思議な経験だったと、笑ってくれた。私たちが経験したことは、もちろん、部内で語られることはなかった。ただ、動物と倒木ネタで、少しの間からかわれたが、それもすぐに病んでいった。C 先輩は宿の人に、この地方の話をそれとなく聞いてみたそうだが、誰も、その広場や小屋のこと、何か事件、事故があったという話は知らなかった。ただ、宿に野菜を運びに来ていた、おじいさん一人だけが、ものすごい形相で、C 先輩を見つめていたらしい。睨んでいたのではなく、目を向いていたとのこと。どうしたのか聞こうとしたら、何も言わずに、慌てて帰ってしまった。と、C 先輩は言っていた。この話は、これでおしまい。A 先輩、C 先輩とも、その後この話をすることなく、3人だけになる機会を、全員が避けていたような気がする。B も、C 先輩からちょっと怖いところを説明された程度で、納得してたみたいだった。この話を書き込もうと思ったきっかけは、先日、遊びから帰ってきた娘の口から、D ちゃん、という言葉が出たから、たまたま、知り合ったお友達の名字が、D だったらしい。その珍しい名字を聞くまで、自分でも不思議なくらい、この出来事を忘れていた。今度、A 先輩と C 先輩と、飲み会の段取りをしたので、
このことについて、話してみようと思う。読んでくれた人、ありがとう。すごいお話だった。D って誰だ、のところ、怖すぎるでしょ。あそこ、びっくりするよな。こういうお話、好きだ。さて、次からは短編を紹介するぞ。お、短編だ。それでは、早速聞いていただこう。歓迎されない。去年の今頃見た夢を、唐突に思い出したので、ここで大丈夫か、不安ですが、ある日、夢を見た。私は、地主の家にあるような、立派な庭に立っていた、そこの娘さんらしき8歳くらいの子が、遊ぼう、私は遊んだことがないの。と言ってきたので、いいよ、と答えた。すると、その家の居間に通されて、女の子は蔵から、たくさんいろいろなものを持ってきて見せてきた。日本刀が、一番印象に残っている。しばらく経って、一番いいものを見せてあげる。と、女の子は言い、今から出て行った。しかし、帰ってきたのは、女の子の母親らしき人だった。無表情で、どうぞ、と、抹茶を出された。お礼を言って飲んだら、茶碗の底に、べったりと紙が、そこでなんとなく、ああ、この人に歓迎されてないなぁと悟った。そして目が覚めたんだが、それから何日かは、女の人が夜中、ベッドの横に立っていた。遊んじゃまずかったのかなぁ、と、なんとも言えない気持ちになった。ほんのりどころか、全く怖くないですかね、申し訳ない。体積が足りない。そういえば、最近異常に不気味な夢を見るようになった。最近だと、こんな感じ。気がつくと、実家の薄暗い寝室に、一人立っている。視点は動かせず、直立不動。廊下の奥から、誰かが言い争っている声が聞こえてくる。姉とばあちゃんの声だ。ばあちゃんは、80歳あたりから認知症を患い、よくわけもわからないことで、姉に話しかけては怒られていた。おそらく、その時の夢を見ているんだろうと、次第に自覚してくる。やがて、姉の部屋の扉を閉め、こちらに向かってくる足音が聞こえる。いつものパターンだった。そして、ゆっくりと俺のいる部屋までやってきた。が、薄明かりに照らされたその姿は、想像と全く違っていた。服装と体格は、ばあちゃんそのものだった。ラメラメで、少し腰の曲がった姿だ。首から上がおかしい。まず、顔が暗色中心の、パッチワークのような柄のマスクに覆われていた。そして、スカーフをほっかむりのようにしてかぶり、頭は完全にくるまれた状態だ。さらにおかしいのが、明らかに、頭の体積が足りていない。まるで、鼻から上がないような感じだ。俺は、やばい、と、直感して唇を噛んだり、叫んだり、体を殴ったりして、なんとか夢から覚めようと、必死にもがくが、効果がない。そうこうしてるうちに、ばあちゃん、は、目の前までやってきて、数十センチのところで、立ち止まった。ここで意識が途切れて、気がついたら朝だった。よく思い出せないが、起きるまでの間に、とても怖い思いをした感覚だけ残っている。起きた瞬間、自分が五体満足で生きていることを、震える手足で確認して、戸惑ったくらいだったから、覚えていないことは、多分幸運なんだろう。もうあんな夢は、二度と見たくない。うろこ。終わったようなので、当時中学3年だった私は、高校受験のために電車で、旧自宅、現在引っ越し済み、から、数駅ほど行った場所にある、塾に行っていました。母もその近くで働いていたので、終わって飯食べて帰る、みたいな感じでした。そんなある日のこと、いつものように電車に乗って、目的地に着くまで、スマホを見て時間を潰していた時、途中にある、とある駅に着いたのを、アナウンスで聞いた私は、何を思ったか、ふっと顔を上げました。開いた扉から、一人の20代ぐらいの男性が、乗ってきたのですが、私はそれを見て、寒気と言いますか、鳥肌が立ったと言いますか、とにかく、すごく恐怖を覚えたのです。その男性の後ろ、男性は座っているので、本来誰もいないはずの場所に、長く傷んだ黒髪を垂らした、黒い人のようなものが立っていたのです。私はもともと、母から受け継いだと思われる、霊感というものを持っていたので、一目で、それが人ではない、何かだとわかりました。問題は、それが霊の類には、とても思えなかったことでした。私がこれまで見てきた霊は、ほとんどがうっすら見えるくらいで、ボソボソと、
ギリギリ聞こえるくらいの声量で、話しかけてくるくらいでした。しかし、男性についていたそれは、私にもはっきり見えるほど、濃い黒で、髪の下から覗く肌には、鱗のようなものも見えました。私は見たことのないそれを、思わず凝視してしまっていましたが、それがまずかったのでしょう。それは顔を持ち上げ、こちらを見ようとしてきたのです。急いで、握っていたスマホの方に目を移し、先ほどまで見ていた小説を読んでいきました。まあ、ほとんど中身は入ってきませんでしたが、するとしばらくして、こちらに視線を送っていたそれは、私が、自分の存在を分かっていないと判断したのか、送られていた、視線のような、圧力のような何かはなくなり、次の駅に着いた時に、男性と一緒に降りていきました。あれは一体何だったのか、今もわからずじまいです。よほど強い霊だったのか、はたまた、神様とかそういう類いだったのか、いずれにせよ、いいものではないでしょう。そして私は、こうも思いました。あの男、何したら、あんなヤバいのに疲れることになったのだろうと。私の体験談はここまでです。他の方と比べると、あまり怖くはないかもしれませんが。ひえー、そんなものに疲れたら、無事だといいがな。さて、次のお話は、正体不明なものに、腕をつかまれるお話だ。何それ？それでは、早速聞いていただこう。それでは、俺が中学3年の時の話。中学校へは自転車通学で、毎日、とある道路を通ってた。ある日の帰り道、確かテスト期間だったから、16時頃だったかな。俺は一人で、その道路を自転車で走ってたんだけど、前に、同じ部活の一個下の後輩が、止まってるのが見えたんだ。後輩が止まってた場所は、緩やかな坂の下で、周りは空き地や空き家があるような、人気のないとこだった。すごく田舎だったから、別に珍しいとは思わなかったんだけど、その場所の付近は、空き家が点々としてるような、ちょっとした廃集落みたいな感じだった。探検もしたことあって、ハイゲートボール場とかあったよ。何やってんの？と、その後輩に近づいて話しかけたら、後輩はビビり切った青ざめた顔で、地面から生えてきた手に、自分の腕をつかまれた。って言うんだ。後輩によると、その道路横の空き地に、草刈り用の手釜が落ちてて、遊び心でその釜を拾って、持って帰ろうとしたんだって。そしたら、急に地面から手が伸びてきて、自分の腕をつかまれたって言ってた。そんなこと、あるわけねえだろ。と、俺はその地面を見たんだけど、別に変わったことはなく、ただ、錆びた釜が落ちてるだけだった。ただ、後輩は本当にビビってて、マジでつかまれた。って、自分の腕を見せてきた。そしたら、その後輩の腕にくっきりと、人につかまれたような、赤い跡が残ってた。信じてなかったけど、俺もそれ見て、さすがにビビってさ、後輩に、すぐこの場を離れて、家に帰るぞ。って言って、二人で自転車に飛び乗って、走り出したんだ。二人してビビり散らかしてたから、とにかく早く家に帰ろうと、縦に並んで、先頭を俺が走ってた。10分くらい走ったとこで、急に後輩が、うわぁ。って、悲鳴を上げて止まった。どうした？って、俺も止まって聞いたら、後輩が、先輩の自転車の後ろに、黒焦げになった女の首が乗ってます。って言うんだ。すぐに見たけど、俺には見えなくて、とにかく急ぐぞ。って言って、また走り出したんだ。そのまま、家まであと少しってとこまで走ってきたんだけど、また後輩が、悲鳴を上げて止まった。そしたら今度は、さっきの黒焦げの首が、先輩の肩に乗ってます。でさ、当然、俺には見えなかったんだけど、さすがに限界で、その後輩を置いて、一人で家に帰っちゃったんだよね。まあでも、次の日、普通にその後輩も登校してて、あの後、特に何も起こらず、無事に家に帰れたんだと。ただ、とんでもない体験だから、友達に話しまくってさ、それが先生の耳にも入って、何人かの先生が、釜の落ちてた空き地を、見に行ってくれるってなったんだ。見に行ってきた先生によると、釜が落ちてた空き地に行ったら、たまたまそこに、一人のおじいさんがいたと。で、そのおじいさんが、釜は自分のだって言って、持って帰ったんだって。だから、別に呪いの釜でも何でもないから、これ以上、騒ぐのやめろ。って言われた。そうして、この騒動は終わって、その後も何回も、その空き地を通ったけど、その後は別に、何にもありませんでした。ただ、その空き地横の道路って、見通しのいい、
緩い坂道なんだけど、田舎なのに、すごく事故が多いとこで、死亡事故も起きてたとこだったんだよね。あと、しょうもないけど、その空き地に、国土交通省かなんかの標識が設置してあって、それが、427の表示だったんだ。俺らはそれを、死にな、だって言ってたね。直接的すぎる。確かにな。その後、何もなかったならよかった。今回のお話、皆さんはどう思われましたか？コメントで感想を聞かせてくれると嬉しいぜ。では、今日の怖い話はここまで。動画が面白かったら、高評価ボタンを押してくれると嬉しいな。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。